秘宝韓国産 U23 サッカー日本代表、イラクに負けろ大矢印これってう。インドネシアに敗北、パリ五輪予選敗退で、韓国日本はイラクに負けると報道あったとか、なかったとか。大会前に、アジアカップの結果で明らかなように日本サッカーはもう終わり、アジアではしばらく勝てるかもしれないが10年後ワールドカップで1勝もできないほど消滅するって言ってたのに。韓国擁護する気はないが、元記事は A 代表の日本がイラクに負けたって記述はあるけど、今回もイラクが勝つって書いてないし、いつものドライブの釣り記事う。インドネシアの韓国人監督が言うのう。日本で言うと本田圭佑が監督して日本を倒したようなもんだろ。ここ数年日本は全世代で韓国をボコってたんやなかったけ。今回はなんで韓国ごときに負けとるんや。ただのグループリーグの消化試合だから、結果日本はオリンピック出場で韓国は敗退なのが全て。韓国のサッカーメディアって日本以上にはっきりナショナリズム出すからな、基本。絶妙にお国柄が出る。日本が勝ち進むたびにそこは我々のいるべき場所だったとかいうのうざすぎる。今回の場合イラクに負けろが叶ったとしても、あと2回同じことしなきゃいけないの惨めすぎるだろう。日本は韓国に負けてるからな、この屈辱は大会で返すぞ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。